お邪魔します。いいよ、ちょっと汚いけどごめんね。ちょっとじゃあ来て、じゃあこっち。いやおい、やめろやめろヤネスケって運持ってないんだね。ちょっと面白い。マナル隊のやつ。いや違うね。マナル隊とコラボしただけでしょ。マナル隊のケイタと2人。いや全然違う。アイルトンモカのジュンだよ。いや違うと思う。アッタだよ。違う。絶対違うね。どういうことヤネスケ、どっちだ。ヤネスケ。おーい。天才だし。あなんなのあんたたち。IQ ゼロ、IQ ゼロ。IQ ゼロってひどいな。学校でみんな知ってるかな。え、知ってる。大体知ってるよ。そうなの。待ってもらっていいですか。はい、ありがとうございます。やばい。気づかれました。違いますよ。違いますよ。マナル隊ですよ。ヤネスケ、ヤネスケ、ヤネスケ、ねえねえ、炎出してるんでしょ。バイバイ。バイバイ。本当のヤネスケの顔だ。顔がすごいすごいすごい。どうも、キーコとヤネスケです。というわけで、なんとたくさんプレゼントが私たちの事務所に届きました。早速開けていこうか。うん、いやすごい、すごい、かわいい。ちょっとキーコ、キーコなんか口から水出してない。あ、破壊光線ってことこれ。これ第1号のファンレターじゃないの。年賀状で、こっちはファンレターで、お勝手らしいです。お母さんにファンなんていないから。生意気だわね。ヤネスケ君へ、バンカーラジオ YouTube 登録者数30万人、4周年おめでとうございます。私は東京住み18歳の女子高生です。JK、やばいやばいやばい。まんざらでもないかもしれない。小学生だから興味ないか。最近バンカラジオにドハマりしています。 YouTube の動画で声を出して笑うことはあまりないんですけど、バンカラジオの動画は自然と笑ってしまいます。体に気をつけて頑張ってください。動画楽しみにしています。ありがとうございます。ではあれ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 、え、どうしますか。あれ一つもなんか聞いたの触れてなかった。確かに確かに。まあお母さん人気ないんだよ。まあそうやね、それは。でもヤネちゃん、実はこの2つとも私の誕生日プレゼントなの。自分で読めるん。え、すごいすごい、バンカラジオのマークがある。すごい、手作り人形だこれ。誰これ、誰かしらね。誰だろうこれ。これ誰、もともとある人形なのかしら。いやいや、もともとの人形につけ。え、本当に言ってるんですか。え、これ聞いたですよ。そうですよ。え、これ聞いた。これ自分だよ。いやいやいや、え、なるほどね。ちょっとこの格好の人いなかったなと思って。すごい、これ読んでいいんですか。どうぞ。誕生日おめでとうございます。祝24歳、同い年終わっちゃいました。ミニキータくんを作ってみたんです。これやっぱキータくん。いやいや、全然気づいてなかったじゃないですか。いやでもやっぱ確かに聞いたな。いや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 、しらじらしい。もともと。やばい。や、ひどいわ。失礼だな。バンカラジオのグッズが欲しすぎて自分で作っちゃいました。あ、グッズ欲しいんだってね、やっぱ。誕生日祝ってくれてありがとうございました。いつでも概要欄の方にオタプロのね、プレゼントとか、うん、ファンレター宛ての住所載っけてるんで、こんな感じでね、これからも紹介できたらなって思います。ちょっとね、ぜひインスタとツイッターフォローしてくれたらね、僕らと交流があると思うんで、じゃあもうぜひ。よろしくお願いします。はい、お願いします。ということで、今回はありがとうございました。あ、キータです。ちょっと、何ですか？キータです。カメラ回してます。ちょっと開けてください。なんで急に？ちょっといいから開けてください。何？はい、こんにちは。何？こんにちは。待って、フォートナイトのやつ。まあ、ということで、今日は抜き打ちで、キータくんの、この一人暮らしの部屋をね、ちょっとめっちゃびっくりしたんですけど、はい、ルームツアーしていきます。ルームツアー、はい、あ、どうぞ。いいんすか。全然いいんすか。ないっすか。でちょっとまず気になったのこれ、これなんすか。これアキラですね。アキラ、アキラ枯れてないっすか。アキラアキラ枯れてきた。これ冷蔵庫、これもメルカリですね。結構これはもらいもん。あ、全部新品っていうか中古ともらいもんで、そうね、固めてるって感じなの。ちょっと失礼します。失礼します。ここにね、プロジェクターをこうポンって置いて、はいはいはい、こうやって映せば結構完璧だと思うんでね。フォートナイト住んだらそれでチルとか言って大これはね、
もうこれもらいもんっすね。好き好きからもらいました。本当にもらいもん。もらいもんだけで生活してんで。あと、これね。ちょ、うち、立ち所の人は処刑なんで。いや、知らん。処刑まんじ。じゃあ、次回は屋根助くんの資料紹介。やってくんね。え、それないでしょ。マジで？行くよ。どうも、こんにちは、キータです。先ほど屋根助くんがね、新居紹介、つってね、突撃してきたんですけれども、さっき、帰ったんですけど、ちょうど。僕もね、今から、屋根助くんの家に、突撃調査してみたいと思います。レッツゴー。どうもー。ねえ、閉めんなよ。ちょっと、アポ取ってほしかったっすね。いや、ちょっと無理っす。お前アポ取ってねえだろ。これなんすか？これ、東郷誠二って画家が描いたピエロですね。これが、お出迎えする。これ前分けです。いい匂いするわ。あ、本当に？うん。めちゃめちゃいい匂いがする。ありがとうございます。やっぱお前ちょっと匂いフェチみたいなとこある。匂いフェチなんで。特にビールと、いつのかわからないカフェラテと。醤油って冷やすの？醤油冷やす。醤油冷やさなくて。別に冷やしてもよくない？醤油は冷やさないよ。あ、マジ？え、醤油冷やさないよな。まず冷やすタイプの人はコメント欄お願いします。あ、本棚が。そうです。合わせたんですか？本当はもっとでっかい本棚買いたいんですけど、うん、まあちょっととりあえず早急に引っ越したかったんで、まあ今のところ、ね、仮でちっちゃい本棚。何これ？これあれアクセサリー入れるやつ。サソリ座なんで。なんかさ、独特しいよね、お前の家。こういうなんかさ、怖いじゃん、こういう絵とか。怖くないでしょ、これどう考えても怖いよ。俺は怖くないでしょ。なんかちょっと闇抱えてるよね。マドンナさんも好きだね。レンピッカっていう、タマラドレンピッカっていうね。へえ、これ見ていいと思わない？直感でもなんでも全く思わない。あー、ちょっとじゃあもう文化の違いかな。お前のさ、背中もなんかこれ T シャツ着ようかった？違う、一週間前で。もう怖いもんね。不気味なんだよ。俺を怖いやつ仕立て上げたい。不気味だわ。これとかもさ、ちょっと不気味じゃない？いや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 、何これ、何フクロウっすか？かっこいい、実はコマ犬。コマ犬ねえ、もうブリブリじゃん、目。いや、やっぱそういう、いや、ちょっとね、うん、カオスなものが好きなんですね、ちょっと。ガスコンロないっす。あー、ないっすね。なんか買おう買おうって思ってたらいつの間にかもう2ヶ月ぐらい経ちましたね。いや、もう3ヶ月じゃない、もう。何食ってんの、逆に。スーパーの弁当とか。まあ、じゃあちょっと視聴者の皆さんお願いします。出た、ネットこじき。コンロお願いします。こじきってんな。何ですけ、今彼女いないじゃないですか。はい。女の子が来たらどうするんですか、言って。え、何ですけ、お邪魔します。いいよ、ちょっと汚いけどごめんね。ちょっとじゃあ来て。そうだね、ちょっと座るところ、この薄いマットですか、ベッドしかないんだけど、どっちがいい？あ、これ薄いマットです、やらないな、じゃあこっち。いや、いや、おい、やめろやめろって感じです。あー、天才じゃん。まあちょっと、もう少しやっぱ部屋、僕も改造したいんでね、うん、また改造して最終形になったら、うん、ちょっとその時に来てくださいよ。はい。まあガスコンロも多分買ってあるんで、その時に。そうっすね。ってことで、じゃあ